オグズ語群とは、トゥルク語族共通、トゥルク語派における主要な語群で、その分布は、西はヨーロッパのバルカン半島から、東は中国にまで及び、1億5000万人以上の馬車人口を持つ。トゥルク諸語の中でも南西に位置し、トルコ、アゼルバイジャン、トルクメニスタン、イランアーザルバイジャン地方、イラク北部、シリアなどの地域において、主にトルコ語、トルクメン語、 アゼルバイジャン語などの言語が話される。8世紀、オグズ族は、アルタイ山脈方面から中央アジアへの移動を開始し、中央、アジア及び、ホラズムへ分布域を広げると、中東、欧州にまで勢力を伸ばした。オグズの名称は、時代とともに、トルクメーン、セルジューク、アゼルバイジャンなどへ変化していき、後のオスマントルコは、それらの光栄である。オグズ語軍は、 地理的区分、共通の特徴に基づいて、およそ3つのグループに分類される。分布域の飛び地として、サラール語があり、中国で7万人によって話される。クリミアタタール語、ウルム語の二言語は、歴史的観点から見れば、キプチャク語群に属すと言えるが、オグズ語群からの影響が強い。また、すでに死語となっている、ペチェネグ語は、オグズ語群に属すと見られているが、 文字資料が乏しいために、オグズ語群への分類を決定づけることが困難である。オグズ語群は互いに、いくつかの特徴を共有することで、言語学において、同一グループに分類されている。いくつかの特徴は、他のトゥルク諸語と共有しており、また、その他に、オグズ語群固有の特徴を有している。ありがとうございます。